あの、まあ、昨日、安倍総理が会見しまして、2年半、消費税の増税先送りしまして、2019年10月まで増税しないということになったんですが、はいすね、あの、まあ、賛否両論、いろんな意見があるんですけども、あの、まあ、当初欄、朝日新聞の声欄にもいくつか投初が既に来ておりまして、はい、東京都の20歳の大学生。 当初を寄せています。うんうん、え自己中心的で、禁止眼的な判断と言わざるを得ないと、うんえ。政権与党だけではない、それを許す国民もだと言ってるんですね。二十、うん、歳の学生さん。うん、え今年度当初予算の歳入のうち、国債が占める割合は35.6%。うん、で、今年度末の国債の残高、つまり借金ですね。うん、およそ838兆円。うん、で、これは今年度の税収のおよそ15年分に当たると。 うん、つまり今の税収を福祉や防衛などの支出に一切使わずに全部国債の償還、つまり借金の返済に使っても15年近くかかるほどのもう大変な借金だと。で、メモをくらむようなこの借金を私たち若者、そしてまだ生まれてきていない子供たちが背負わなくては ならない。うん、えー、この方は、私は怒りを通り越して呆れていると。うん、で、上の世代は責任を取らない。けはすべて私たちに回ってくる。こんな社会で生きていけと、あなた方は言うのかと、うん、まあ、大人たちに向けて、二十歳の学生さんが言ってるんですね。うんうん、まあ、景気がいい悪いに、かかわらず、まあ、やると、だけど、 悪いんだけど、いや、絶対や,るやりますって言ってて、ね。えー、それがなんかこう、やらないことになったと、はい。まあ、自分の約束をちょっと保護にしたわけだよね。うん、まあ、だけど、この大学生に言われると、俺たちの世代にツケを残すのかと、ね。 まあ言われてみれば、しょうなくちゃいけないのは、この若い世代のわけで、うん、しかもこれから生まれてくるのはね、だから、なんかこう、よくわかんないけど、俺たち世代で語ってるのと違って、二十、うん、歳ぐらいの、ねうん、学生に言われると、俺たちの世代につけ回すなよっていうのはね、ごもっともだ感じだよね。うんうん まあ、いろんな経済評論家の方たちは、ここのところをうやむやとしてね、はっきり大丈夫だって言う人もたくさんいるんだけども、でも1000兆円だ、俺はこれはずっと、本当にどうなんのかなと思ってるんだけどね。はい、でも、 まあ増税、増税延期はちょっと助かるっていうお年寄りの方もいい、ね、そ,うそうですね。74歳の北海道の男性の方ですが、まあ、国民の多くは消費増税はやむを得ないと覚悟していただけに、えー、延期表明にはびっくりしたものの、やっぱり増税延期は助かると。増税っていうのはないに越したことはないとない。はい、と言いつつも、まあ、その問題とは別に、この74歳の男性はやっぱ財源の問題が心配だと。保育士の人件費、保育所の運営費などの財源不足が気がかりだと。 で消費増税は社会保障の財源を確保して財政再建に取り組む一歩のはずだったのに、うん、増税延期でその期待は遠のいてしまった、うん、国民の知らないち出の小槌でもあるのだろうかそうなんだよだから国債椅ってね、うん、やあるんだけどさまあまあお年寄りの方は増税延期助かるけども、うんまあ、その先の社会保障はそ,う、ね、そこに行くお金だって はずだったからね世の中にとってこういうことをすればいいと、うん、そのためにはお金がいるんだけど、財源がないから見送るっていうことが今までもあったんですけど、まあ、消費税の増税先送りしちゃったので、さらにそういうことは、本当は世の中のためにやった方がいいんだけど、お金ない、できませんっていうことが増えるということにもなりますもんね。うん、ねなお保育園増やすのにもね、まあ、増やすって言ってるけども、もう財源のね、 エドはどこにすんのかみたいなことはまだ決まってないわけでねお、ね、育士の給料、介護、うん、のそのお給料を上げたっても財源はやっぱりどうすんのってことになっちね,<源>ね節約するになんとかなりそうだも、ねうんねい,<や> <laughs> いらんとこい,いらんとこね、うん、そうだねだサミットでたくさんお金使ったしねメディアセンターとかねはい えー、新聞では何て言ってますかね。<あ>うん、そうですね。うん、この必戦東京新聞のコラムが、ちょっと目を引くんですけども、うんうん、あの、昨日の夕方、 自分が悪い場合でも、謝らなくても済む方法というテレビ番組の放送があると聞いて、首を長くしてどんなのだろうと、その時間を待っていたと。で、テレビに出てきた講師がこんな風に言ってた。まずは絶対に約束を破ったと認めてはならない。え約束を破るんじゃなくて、新しい判断ですとか、異なる判断をすると言い換える。 うん、で、もし約束を守ったら、世界の破滅が待っていると、恐怖を煽るのも、相手を納得させる効果がある。うん、で、世界のリーダーや立派な学者も、自分を支持していると加えることも忘れちゃいけない。で、決め台詞は、どっちが正しいか、町の意見を聞いてみよう。うん、これで、そもそも約束を破ったという事実を完全に煙に負ける。謝らずに済む。素晴らしい技術だと。そういうテレビ番組やってた。えー、で、自信に溢れた講師の顔を見てたら、 なんだか我が国の総理に似ていたような気がするけど見間違いだなっていうコラムだったんですけどね。あねまあねまあ、東京新聞のコラムですけども、まあ、かなり皮肉を利かしてるけどもねうまあそ,それは新しい判断、ね、あ間違ってましたとかそういうことじゃなくて、ね、新しい判断をしますっていやでも選挙ね いいろろ公約を挙げて戦うわけだよねでその時に言ってたことやろうとしてたことあできなかったと選挙の時困っちゃうんでマニフェストとかさ公約がさ、うん、あるようでないからもうどこに入れたらいいか、うん、本当に守ってくれる。うん なんかどこの政党も今そうじゃないですか。すね、っ言ってることとや,、うん、やってること。が違ったっていうのは続いてますからね。いろんな政党がね、うん、言うこととやることが違う、まあ。まあ、諸事情は終わりでしょうが、政治家は言葉だし、ね。その言葉に信頼がお、もうみんな置いて投票してるわけだからね。まあ、それは、都知事でも誰でもそうなわけだよ。 今度あれを出してくれるといいな、ねうん、政党ごとに、うんあ。政党がコロコロ名前変えてるから出ないけど、マニフェストと同りパーセンテージみたいなの出してくれるとすごい投票しやすいだけどな、うん、言ってることを可能にするパーセンテージ。うんうん、そうだね、まあパーセントが出ればいいけどね。出る出しようはないけどね。<laughs> 出ないかもしれないからね、<laughs> やってませんって言われちゃったらね、新しい判断でって言われちゃったらどうしようもないね。さあ、今日も始めましょう。